今週のこの時間はいよいよ今週11日今シーズンが開幕しますサッカー JFL バンラール八戸の監督選手のインタビューを日替わりでお送りしております。最終日はもちろん21番今シーズンのキャプテンマークをつけます須藤貴文選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は3月の5日月曜日の練習後にお話を伺っております。昨日グルージャ森岡さんとのトレーニングマッチでした。風の強い中大変お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。ダイスタのピッチでの、実戦でしたけど。そうですね、久しぶりにダイスタの、天然芝の方で、試合ができて、雪の中に、芝がずっと、眠っていた状態でもあったので、はい、なかなかグラウンドのコンディション的には、いい状態とは言えなかったんですけど、でもまさか今週外で試合がまずできると思ってなかったので、まずできたことが良かったですし、今週アウェーがあって来週のホームにはまた少しいいグラウンドになってるんじゃないかなと思います。なかなか外で沖縄キャンプは良かったですけれど、こっち帰ってきてから外での練習とかトレーニングマッチも中止になっちゃって調整大変かと思いますが、どうですか。そうですね、90分通して試合ができたっていう試合が多分今シーズン入ってそんなにないので、そういった中で、昨日の試合は、そういうコンディションの面の不安もありながらも、結果を残せたのは、開幕に向けていい準備ができているんじゃないかなと思いました。なんか鼻詰まりのようですが体調大丈夫ですか。そうですね、なんかやっぱり気温差がちょっと最近来ているのかな。そうですね、花粉症とかじゃないですか。ではないですね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。本当にね、金土は、昨日おとといあったかくてね、またこの寒さですからね。どうですか今年のチーム、クズの監督がいらして24人のうち10人新加入選手ですが、はい、ここまでの今シーズンのチームっていかがですか。そうですね、ラインメールから監督コーチ含め選手3人来ていただいて、最初ちょっとどうなるのかなっていうのもあったんですけど、もうとにかく、監督もそうですけどラインメールから来てくれた3選手が、すごくこうチームに、今までバンラに足りなかった足りなかったというか、気持ちの部分であったり覚悟の部分であったりっていう部分をすごくこう、出してくれているので、練習からもすごく厳しい雰囲気でできてますし、それがこうトレーニングマッチの結果にもなっているのかなというふうに思います。いや去年までね非常にすごく一番近くのライバルチームの監督あとは主力選手とこう一緒のチームでやるって、不思議なものですね。そうですね、自分もなんかなんていうんですかね、そんなに考えてはないですけど、でもこう実際にこう来てみて、どういうふうに思っているのかっていう話も、北選手からいろいろ聞いたりもしてましたし、でもやっぱりバンラールでプレーヤーしたいっていう強い覚悟で来てくれて、でなおかつチームにいいものを与えてくれて、もう本当に嬉しい限りですね。頼もしいでしょうね。はい、ね5番の坂井選手もね大学の先輩でもありますから、この間彼にもお話を伺ったら、もう美味しいところをどんどん紹介してくれてるので助かってるとおっしゃってました。そうですね、大学の時は、自分が、一人暮らしで、坂井さんは実家に行ってたので、 あんまりそういうプライベートで一緒にどっかご飯に行ったりっていうのはなかったんですけど、今回は、せっかく来ていただいたので、できる限り自分の知っているおすすめのお店を紹介してまだまだあるんですけど、これから徐々にまた一緒に行きたいなと思います。今シーズンもキャプテンを務めることになりました。これは監督から今年もどうだって言われたんですか。そうですね、はい、去年1年キャプテンやってみて、キャプテンっていう特にこの昇格を目指しているチームのキャプテンっていうのは前つけてた方もそうですけど、すごくプレッシャーにも苦しんでいたのかなっていうのがありましたが。そうですね、自分も、去年4年目でキャプテンをやらせていただいて、ここ3年間の、キャプテンの人たちを見ていたり、どういうふうに、接していけばいいのかなっていうのを想定しながら、去年4年目やったつもりであったんですが、あまりやっぱりうまくいかなかったので、じゃあ5年目、どういった形で、
キャプテンとしてチームをまとめられるかっていうことになった時に、やっぱ去年チームに対してこうバランスばっかりを意識してしまって、こうチームとしてこうやらなければいけない時にできていなかったりっていう厳しい部分を出せなかったので、まあさっきも言いましたけど、そのラインメールの選手たちがそういう厳しい部分を出してくれているので、自分もそういう甘えは許さない、まあ、ギスギスしたっていうのはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ厳しい状況になった時により戦えるチームに、なれるように練習から声をかけていきたいなと思ってます。重荷ではないですか、キャプテンは。まあ、去年やって悔しい気持ちがすごく大きかったんで、今年はキャプテンをやって必ず J3 に導けるようにやっていきたいと思ってます。あの、今までバンラルになかった副キャプテンというものも今年設けられて、まあ、本当に講師ともどもよく知っている中の村上選手と、そのラインメール青森から来てくれた秋吉選手、副キャプテン2人いるということはどうですか、キャプテンから見て。そうですね、まあ、自分が見えてない部分であったり、っていうところでいろんな選手に声をかけていたり、まあ、厳しい部分を言ったりっていうのもそうですし、まあ、自分に、足りないところを、2人が厳しく補ってくれるので、すごくありがたいと思います。葛野監督はどうですか、今まで、もうちょっとで一緒にサッカーやって2ヶ月になりますけれど、監督の印象いかがですか。そうですね、まあ、対戦チームの時は、まあ厳しい監督なんだろうなっていうふうに思っていて、まあ、練習も厳しくこうやるのかなと思ったんですけど、思った以上にフランクというか、まあ、やるところはしっかりやりますし、でもこう選手の意見とかもすごくこう聞いて、どの選手でもこうコミュニケーションを取ったりしていて、すごくこうやりやすい環境ではあります。いろいろ話はしてますか。してますね、はい。まあ、今どうだったっていうのを監督から言われたりしますし、まあ、チームの状況も自分から伝えたりしてますし、すごくいい関係を築けてるのかなっていうふうに思います。ワンラーレでのキャリアも早くも5年目になりました。早いですね。あっという間でしたね。まあ、とりわけ今年が大事な年になるかと思いますが、そして今年もバンラルでプレーしようと思ってくれたんですか。もう去年が今までバンラルに来た中で一番不甲斐ない、個人的にも不甲斐ない、結果になってしまったので、っていうのと同時にどうしても自分はこのチームを JS に上げたいので、そして自分がその一員になりたいので、強い覚悟で、まあ、去年来年もやるっていうふうに決めました。いいですね、仲間を吹き切った、まあ、余韻がないという感じが、ね、はい、して非常に頼もしいと思います。まあ、今週開幕戦30試合のまず一発目、監督もどの試合も負けられないという話をしていますが、今日月曜日ですけど、どんな準備して開幕戦に臨もうと思いますか。そうですね、まあ、昨日の試合のグルージア戦の課題も、しっかり、クリアしていきながら、よりいい状態で戦えるように、まずチームとしてコミュニケーションをまたさらに深めて、今週もしっかり練習していきたいと思います。メンバー争いも今年は激しくなるでしょうね。そうですね、誰が出ても、まあ、沖縄キャンプの時もそうですし、まあ、チームはほとんど半分半分というかバラバラで、今まではこう固定っていうことが多かったんですけど、まあ、バラバラでやってもどっちのチームも結果を残していたので、まあ、最後の最後まで誰が出るか分からないですし、気が引き締まるというか、まあ、自分も、うかうかしていられないというか、そういった意味ではチームが強くなるのも、その競争力によってどん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 強くなっていくと思いますし、それがチームとして結果になればいいと思います。長いリーグ戦どんな気持ちで戦っていきますか。またいい時苦しい時もきっとあると思いますけれど、そうですね、どんな時でも、いつも通り、勝っている時も負けている時も常に、チームとして戦えるように、練習の時から厳しく、コミュニケーションを取って、で1年間、終わってその時に全員笑顔でいられたら
いい結果になっていると思うので、そのためにまず開幕戦、必ず勝利をしてホームに戻っていきたいと思います。分かりました。はい、開幕戦は今度の日曜日、東京都調布市味の素スタジアム西競技場で東京武蔵野シティ FC と開幕戦で、ホーム開幕戦がその翌週3月18日日曜日の午後1時から、ダイハツスタジアムで琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎戦、ここからホーム戦もスタートします。ぜひ、今季の意気込みも含めてラジオを聴きのサポーターに、市民の皆さんにメッセージをお願いします。去年悔しかった、成し遂げられなかった J3 昇格を今年必ず、成し遂げられるように、チーム一丸となって戦いますので、今年も熱い応援をよろしくお願いいたします。はい、須藤選手のねかっこいい表情がプリントされたタクシーもまだまだ市内バンバン走ってますので、恥ずかしいですね僕よくすごくよく見るんですけどはい、ぜひ大スターに応援に遊びに来ていただきたいと思います。はい、じゃあまずはいい開幕を、はい、とにかく迎えてください。はい、はい、頑張ります。風直してください。ありがとうございます。マルダール八戸須藤貴文選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。